美人メーカーへようこそ。今回紹介するのは、女優、タレント、グラビアアイドルとして活動する、橋本まなみさん。1984年8月8日生まれの38歳。身長168センチ。山形県出身。スリーサイズは、86、60、88の G カップ。大人びたセクシーさを売りにし、平成の団地妻。 愛人にしたい女ナンバーワンなど独特なキャッチフレーズで知られています。かつて出演した2時間ドラマでは水死体役が多く、真冬の海など冷たい水の中で動くことができず、気を無にしていたら意識が遠のいて本当に死にそうになった、と語っています。また、オスカー時代は仕事がない時には、ケータリングのアルバイトなどをし、また、居酒屋や倉庫作業で働いていたこともあります。なお、 当時の事務所であるオスカーの方針としては禁止のため内緒でしていたんだとか、そんな橋本さんの経歴ですが、幼少時は内気で人前に出ることが苦手でしたが、小学6年生の時に担任の先生に勧められ、学級委員長や音楽会の指揮者を務め、人前で目立つことの快感を覚えたといいます。芸能人になりたいと思ったきっかけは、好きなテレビドラマ、 一つ屋根の下、中学一年中には、第7回、全日本国民的美少女コンテストで、演技部門賞を受賞し、芸能界入り ?16 歳の時、水着グラビアでデビュー。本人曰く、それまでスクール水着しか来たことなかったから、現場に行って、ビキニがいっぱい置いてあって、スタッフも男性がいっぱいいることがすごく嫌で、うまく笑うことができなかった。その時に、誰も見ていないからと、 スタッフに言われたことが今では励ましてくれていたつもりだとわかるけど当時は本当に落ち込んだと言っています。また、初キスは17歳の時に中学時代からかっこよいと思っていたバスケットボール部の男子生徒と山形県の過剰公園のベンチでと語っています。2012年オスカープロモーションからアービングに移籍し、 芸名を、橋本愛美を、橋本愛美に変更し、現代に至ります。また、名前をカタカナにしたら、運気が上がったと話しています。2013年10月より、所属はアービングのまま、ハーモニープロモーションと、マネジメント提携を行います。2014年12月、三浦淳が独断で選ぶ、輝け、第17回、三浦淳賞を受賞。2015年12月末、 格闘技イベント美人の広報大使に就任2016年8つの短編からなるオムニバス映画全員片思いの一編イブの贈り物で横浜流星とギャブル主演橋本は本作品がリー初主演となります2019年1月第30回日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞2019年11月 一歳年下のン無イとの結婚をブログで発表。結婚後もグラビア活動は続けると言います。2020年2月、ブログにて第一子の妊娠を発表し、同年7月、第一子男児の出産を発表するなど、今後も橋本愛美さんから目が離せませんね。また今回紹介した橋本愛美さんの YouTube、インスタ、Twitter などは概要欄に貼ってますので、 ぜひ見に行ってみてください。このチャンネルでは女優、アイドルモデル、女子アナなど紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。